の日、私は先輩に一目惚れをしました。私、一目惚れしました。恋愛なんてしたこともされたこともないし、私にはきっと無縁の話だ。先輩の歌声が離れない。この子可愛いの、特に笑った顔が。より先輩の歌が聞きたいんです。先輩にメタ惚れしちゃってるんです。もっと惚れさせるから覚悟してね。ささやくように恋を歌う。